はい、それでは早速始めていきましょう。第105回 02M、もう一回いきます。それでは早速始めていきましょう。第105回 KOF 02M 紅白戦スタートします。皆さん盛り上がっていきましょう。いえ、はい、それではスタートボタンを押して始めてください。はい、というわけで105回始まりましたね。今日はマイクが一つ余った状態なので、いつでも誰でもという感じです。今日はなかなか珍しいメンツも揃っていますが、まあ後々、出てくるので、まあかなり楽しみですね。で、最初に出てくるのが、1P 側がザキンさん、杉山さんの師匠のザキンさんと、 2P 側、超人の弟子さんですね。まあ、超人さんという方がまあすごい久しぶりなんで、まあ楽しみなんですけど、そのお弟子さんということで、先方戦はベニマル対ウラクリス。ちょっとゼロに無印っぽい、まあ、組み合わせっていうか感じですかね。まあ、まずは月岡の炎から勝利まで決めて、で、まあ、無印では、まあベニマルに昇竜がなかったので、まあ、クリスが結構かぶせ放題っぽかったんですが、まあ、勝利がついたんでね、あんまり果敢にはクリス側も飛び込んでいけないんじゃないかなと思うんですが、最後はくぐったところにしゃがみコパン、しゃがみ B。 先鋒戦はベニマルが取って、続いて出てくるのがクーラ。さあ、これは美味しい当たり方するが、追撃はいけない。さあ、ザキさんがだいぶ冷静に立ち回っている。ベニマルもリードした時の、まあ、強さが光りますね。守りも硬いキャラなんで、まあ、相手を疲れさせるのに適したキャラと言えるでしょう。さあ、ゲージもマックスで、クーラ側は、まあ、崩しに行くのがちょっと大変そうな感じですね、この状況は。さあ、ジャンプ飛ばし刺さって、ベニマルの体力は赤くなる。あれはレイスピンガードした時点で確定、ドセンターじゃなければ、じゃ強勝利ですか。なるほど。で、なんだかんだで取り返して中堅戦、激しい相打ちからしゃがんでしまっている。ここは安定して歯を飛行拳。スライディングが届かず、あ、クーラー側の体力がもう少ない。さあ、ジャンプ G から、ここはもうたまらずガーキャン。あ、ワイドモニターを見てる世界、今のガーキャンがすごい減ったように見えましたが、ここで、2P が超人のレッサンの対処パオ。さあ、これは結構多分パオ側が苦しいっていう話をよく聞くんで、まあ、かなり大変そうですね。さあ、しっかり、ここはうまい。さあ、次々に攻撃を当てていき、これはマイビーから倒し貢献でフィニッシュしてしまう。さあ、2番手に出てくるのはここでルイコの登場です。さあ、ルイコさんなんかどんどんやるたびに自信をなくしていってるようですが、なんとかこの紅白戦で、まあ、自信を取り戻してほしいですね。さあ、ザキンさん対ルイコさん。さあ、先ほども、まあ、途中で組み合わせありましたが、ベニマル対クーラ、お互いちょっと難しそうな組み合わせですが、ハンドサンダーまではいかなかったか。足払いから画面端に追い詰めてるのはクーラ。さあ、位置が入れ替わって、ルイコさんの体力は半分。さあ、ここはベニマルが大幅リード。レースピン一確認からしっかりしている。さあ、体力的にはベニマルリードですが、ゲージ差が結構ひどい。ここはクーラ側粘りたいですが、ベニマルが硬い。
あ、先鋒戦ベニマル勝利して中堅のケダッシュ。あ、ここはルイコさんは抑えたいですね。なんとかこのベニマルを。さあ釣れない。しかししゃがみ BB からアインシェルからシュート、大きめ重視で。さあルイコさんの状況は非常に良い。このまま勝てれば形勢が逆転する。走って通常投げ、ここは強気。お家に帰んな。結構やっぱりアインの壁があるんで、とっさのダッシュとかに、まあ、反応しづらいですね。相手はね、難しいところです。ここは投げて表、本人も多分どっちか分からなかった。絶妙なめくり、めくりじゃないか、表か。さあワンコンボさせてるのはケダッシュ。さあルイコさんゲージを温存したまま体力も逆転している。ここで使って、さあこうなると裏タクは非常に苦しい。しっかり見ている。さあ全然弱くなっているケアを見せないが、ルイコさんが自信なさそうな顔してプレーしてますけど、アインシュートが刺さって、ここはジョン側はなんとか K ダッシュを抑えたいところですが、K ダッシュはまず近づくのが大変ですね。ジョン側はアインシュートを、まあ、スライディング構えからのスライディングとかで抜けれるんですが、まあ、そこもねやっぱり K ダッシュ側も垂直ジャンプとかでね警戒されるんで、ちょっと難しいところですね。ここはしゃがんでいる。ここは終わってしまうか。スカル釣れない。ガードは硬いが苦しい、苦しすぎる。だー、前転も通さず勝ったのはルイコ。さんは前回もザキンさんと一緒に出てくれたんだったっけな。前回だったよね。打ち合わせ通りにね。ラウンド1はい、それでは始めていきましょう。先鋒戦はなんかウッさんが、ホッチーケダッシュネームです。クーラとこの先鋒戦の違いですね。あとは順番も一緒です。さあまずは C 投げして、 C 投げもう一回。さあジャンプ C の中段からしゃがみ B、 一気にダメージを奪っていく。さあ中段、ここはもう強気、端から逃がさない構え。ガーキャンして、ここは位置を入れ替えてルイコさんが投げる。こっからうまい、ここはガードしている。しっかりワンコンボ。さあここは暴れから投げ。さあ最後は突っつく。大丈夫。さあウッさんのかなり手数が多い分、その分ダメージにちゃんとつながってますね。さあ突っついて飛び道を重ねて、あの飛び道具なかなかいやらしいですね。飛んでも落とされるし、まあ、ガードが安定っちゃ安定なんですけど、ここでシュートに引っかかってルイコさんが通り返す。どいつこいつ、俺一人。さあここからは同キャラ、お互い、大将にネームスを据えて、さあここは使っていく。ルイコさんがスパキャンしてジャンプして乗っかっていく。さあ前転にも冷たく投げ。さあここはウッさんが投げて右足から一気に画面端、しかし早い判断。さあかなり静かな立ち回り合いというか、アインの振り合いから、ここはよく見ている。さあ今のはいやらしい、一瞬待っての壊し。お家に帰んな。さあルイコさん全然弱くなってるキャラを見せないが、ここで打った大将ネムス。さあしっかり読み切ったが後が続かない。ここはなんとか無理やり
成功する。さあここでまだ分からなくなる状況は、まあほぼ五分に近い。まあゲージを今若干払ってしまった分、内さんがほんのちょっと不利か。さあ NC はでかい、ゲージがたまる。さあ3ヒット投げて、うまい。昇竜から昇竜。さあしかしまだこの状況は安心できない。ルイコさんは果敢に殺しに行く。ここでさあサル、さあ勝ったのはルイコさん。さあまあイレブンデーと言っていいんでしょうかね。ワンピーリョウジさん対 2P ルイコさん。さあリョウジさんは山崎ラルフラセル、なかなか個性的なチームですね。さあ先輩ラルフ対クーラ、ではやっぱりラルフ側は一回乗っかってペースをつかみたいところですね。まあやっぱり切り返し技に乏しいキャラっていうのはやっぱ自分のペースに乗ると、まあ、強いキャラが多いですね。まあ裏タクマとか、まあラルフも一層層の部類でしょう。さあ、ここはよく体育を見ている。キンディーから MB。さあ、ルイコさん落ち着いている。これはシュートが入らない。さあ、長いジャンプ B。あの技かなり優秀ですね。さあ続いて中堅のウラシェル。さあ足投げして、やっぱウラシェルは結構リードを守ってこそやっぱ進化を発揮しがちなキャラなんで、崩しに行かなきゃならないとなるとかなり骨が折れそうですね。 NC から確定してるのか。あれ確定？確定じゃないよね。マイナス7じゃ確定か。さあここら辺もルイゴさんしっかりしているが、ジャンプ投資が斜め写真の先端を狩る。昇竜スカルが音がめがない。さあここは終始ルイゴさんペースが、残り時間もない。最後もチクチクエンビー。さあ、りょうさんが山崎1枚。さあ、ここはまあゲージがまだあるので、まあ、かなり辛い道ですけど、まだワンチャンありますね。さあ、吹っ飛ばし刺さって。さあ、しかし、クーラとの相性がちょっと悪いか。さあ、歩いて足払い。さあ空対空も相打ち、相打ちすらもう痛い。ここでゲージを1ゲージ奪われる。さあ刺さって昇竜後がない。最後も吸われて終わる。さあルイコさんが非常に強い。ゲームオーバー。あ、いいですよ、始めてください。さあ 1P のプレイ、 YS さんは初参加かなな気がするんですが、キャラがセスケだし裏ロバ、かなり癖のあるチーム構成。
さあ先攻が仙台クーラー。さあこれ一見クーラーがかなり有利に見えるっちゃ見えるんですが、空中軌道をね変えられる以上クーラー側もちょっと対空が打ちづらいと思うんで、ちょっとやりづらいはずですね。ここは椎投げが刺さって足払いに昇竜。さあジャンプして突っ込んでいく。さあ中段3連発かまして、コパンで暴れてダッシュ椎投げでまだ殺しきれない。ゼロドット昇竜回したところにスライディング。さあお互い早い展開で先方戦闘のアクセス。さあ続いて K ダッシュですが、これはまあ K ダッシュが有利だと思うんですけど、すごいやりづらいんですけど、やっぱ掴みどころがないですよね。このなんかセスの奔放なんか自由奔放な動きに、まあ、惑わされがちというかね、まあ、かなり対策は難しいですよねセスは。さあめっている。さあ追い打ちの斜めシャビが減る。今のは見えない。さあ当て身して1回勝利の隙にほぼフルコンを叩き込んで、ここは使っていく。まあ、ルイコさんも多分ああいう、まあ、説みたいなキャラは苦手っぽい感じしますね。さあここはマイビーで強気2番手の K ダッシュということで、ちょっとやりたい放題か。さあこの状況ルイコさん非常に苦しいですが、おっとこれはマイツが使って決められるのか。さあしっかり完走。まだ体力が残っているものの、このまままずは K ダッシュを仕留めたいところ。あーしかし YS さんがしっかりしている。いや今日もまあいろんな地方の方とか、まあ、スーピーフロムヘルさんみたいな、まあ、レジェンド級とあとまあ新しいねとかもうすごいもうごっちゃごちゃになってますけど、まあ、すごいゲームセンターですね本当によく思うと。さというわけで先鋒戦が接待ガスビン。さあまず先制するのはカスミ。さあ当て身を使って先行流しが入る。一気に体力半分以上。さあ当て身が使って C 投げで済むが、さあこれはやはりカスミに分がある。さあ当て身にも釣られずしっかりしている。さあゲージがないのでなかなか抜け出せない。下段。さあレジェンドというか老害というかまあミスっても安いんだろうっていう感じのあれですね。まあ強気の選択肢ですね。まあフロムヘルらしいといったところでしょうか。さあここは確定してるのか。先ほどからなんかすごいのばっか当ててる。さあ位置が入れ替わって、さあ YA さんも切れてしまう。下段からワンコンボ。さあマイビー、うまい。ここは冷静。さあここでゼロロットになるが、うまい。最後は走ってアインを意識させて前転誘ってダッシュしゃがみ。さあここで本日初登場ですねアンディは。さあマイビーを後転で避けて、さあ早い展開。ここはしゃがんでしまう。終わり際に刺さってジャンプ C から、さあ今のうまい。一瞬下がってジャンプ飛ばし。さあ YS さんのおっとちょっと暴発してしまうが、もう一発打ってごまかす。
まあ、飛翔剣刺さって友人客から走り込む。これは使う。これはまだ死なないか、ギリギリ残るか。本当にギリギリだった。出るなあれ。さあここは劇的にいったか。しゃがみ B が置いてあって潰されてしまう。さあ対象戦は裏ロバ対キング。あ、これも裏ロバ側が結構潰しに行くのが面倒くさい組み合わせと聞いてるんで、まあ、いかにねじ込んでいくかですかね。さあ立ち合いがつながって、さあこれは終われば、決まれば終わってしまう。さあ勢いに乗って逆転、勝ったのは YES さん。ゲームオーバーで、2P 側がマスターさん。オーダーセレクト。マスターさんは、まあ、超人さんたちと多分一緒に来た方だと思われます。はい、まあ、ギャラ合わせをしてるのか何なのか、まあ、先ほどと同じ組み合わせになってますね。さあしかし今度はリードしてるのはセス。追いかけて前転で回避。さあしかしここで捕まってしまう。苦しい。さあ霞の追い込みが広い。ここはパナしていく。あれは確か今日だと完全無敵の時間がついたんでしたっけね。ジャックと今日で違うんですよね。だったさあここは相手を飛び越えて、さあちょっとセスがノイノイ状態か。おっとここはビンタ。さあマスターさんもまだ落ち着いている。これ蹴出したユリ。ここは歩いて D 投げして、さあ変なエースになる。さあ K ダッシュ側にゲージがないうちになんとかダメージを奪っておきたいのはユリ側ですが、 K ダッシュは一瞬でゲージが溜まってしまうんでね。さあビンタからしゃがみ B から前 B。 さあ先ほどから相当ビンタが入っている。切れちまったが相打ち。まあ、先ほど2回発動コンボ決めて逆転したこの裏ロバーですが、今回はさあここは燃えてしまう。うまい、しっかり反撃して、これは厳しい。さあ大将戦、今回もこの裏ロバーが逆転してしまうのか。大将に上を置いてるのはマスターさん。さあ2回力強い。さあかなり緊迫した空気。ここで発動。あー最後は冷静に待っている。冷たい。勝ったのは YS さん。